佐伯駅は、大分県佐伯市駅前2丁目にある、九州旅客鉄道日報本線の駅である。事務官コードは92万544。佐伯市の代表駅で全列車が停車し、当駅始終儀で博多駅まで運行される特急、ソニックが一往復設定されている。黒板鉄筋コンクリート造りの駅舎に接した、単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線の、 合計2面3線と留置線数本を有する地上駅でホーム間の連絡には古線橋を使う。ホームには廃止された水星、富士、日南の号車案内が残っている。留置線では早朝に複数の列車が入れ替え作業をする。直営駅で緑の窓口を設置している。待合室内のキオスクで地元業者、川並が製造する柿の外しを販売していたが、 2017年9月に閉店している。待合室には廃校になった佐伯市立場、移立、小学校から寄贈された黒板を利用した伝言板、テレビと飲料水自動販売機が設置されている。駅正面横には佐伯市出身の幕内力士、吉風の上り旗が数本形容されている。駅は中心市街地の北端にあり、佐伯港に近い。 商業地区の中心は、駅から南 H から2キロほど離れた地域に広がっている。駅前にはロータリーが整備されておりバスやタクシーが発着する。最帰駅を発着する。路線バスはすべて大分バスが運行している。ありがとうございます。